所定の場所に移動してください。いよいよ水の都杯もラストを飾る決勝戦となりました。そうですね、この解説席には戦いを終えて、負けたチームの監督さんが勢ぞろいしております。意気消沈しているところ決勝戦を、まとまって見ております。そして解説サポートとして、東京女子、日本女子体育大学の監督車田さんも来ていただいてます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず始まる前に皆さんに一言ずついただいていきましょう。まずパイオニアの大岩さん。はい、おなじみになりました、パイオニアの大岩です。同じくおなじみの指での立場監督に回します。決勝戦の解説をいつも担当しているので、今日は、山梨中央銀行の秋山監督に譲りたいと思います。先ほども準決勝解説しました松山さやです。秋山です、よろしくお願いします。最近この決勝戦が多いようですが、堅実な守りのパナソニックエナジーに対して、攻撃的な富士通天の攻撃がですね、どこまで通用するかと、お互い、リバウンドを取って、ラリーを続けるというチームなので、そこでやっぱりミスが出た方がやっぱり負けてしまうと思うので、その辺どちらがやっぱり相手がミスするまで粘れるかというところが、争点になると思います。ありがとうございます。なんかそんなような展開になりそうですね。車田さんはどのような感じでご覧になりますか。そうですね、やっぱラリーの中からリバウンドリバウンドでものすごくラリーの応酬となる戦いになると思います。そこからの時間差や中での攻撃、サイドからの2段の攻撃でラリーが展開されると思います。そうですね、こちらもつなぎのいいチームですね、最後の1点をどこで取るかというようなところが結構重要になってくるかと思います。最近富士通天のレフトの選手が伸びていたような感じがしますね。小岩さん、その辺についてどうですか。そうですね、身長の方は決して高くない選手なんですけれども、パワーがあって、まあ、今までどちらかというと結構パワーで押してたようなイメージがあるんですけども、最近難打があったりブロックアウトがあったりと、まあ、本当にいろんなプレーをするようになりましたので、まあ、そういった意味でも安定してきたんじゃないでしょうか。ですね、パナソニックエナジーのポイントとなる選手はどの辺になりますでしょうかね。
チャガさんに聞いてみましょう。パナソニックエナジーでポイントとなる選手だったらどなたになりますでしょうか。まずパナソニックと富士通天というのはよく練習試合をしてますから、そういう意味ではお互い、攻撃知り尽くしたチーム同士の戦いということになると思いますね。そうした中で、まあ、あのパナソニックの方は、ライトに津田選手というのが左利きの選手がいます。この選手の、スパイク、それと、守りでは、バックセンターであっている宮本選手を中心に、堅実なバレーをしてくるんじゃないかと思います。まあ、富士通天も、しつこいチームなんでですね、まあ、お互い、なかなかボールを落とさない、まあ、ミスをお互いどっちも少ないチームなんでね、そういう意味では、ミスが出た方が、負けるというような展開になるんじゃないかと思いますね。ありがとうございます。私のイメージから言うとですね、銅の富士通天、正のパナソニック、まあ、お互い、気持ち的に熱いんでしょうけども、なんかそのような対照的な感じがしますね。ユニフォームも赤と青。水の都杯最終日とあって周りにはものすごい数の観客がいますね。そうですね、これだけの観客の皆さんの前でバレーができることは本当に素晴らしい。各チームの選手のほか地元の小学生バレーボールプレーヤーですかね。そうですね、ものすごい数の人が来てます、はい、それと家庭婦人のママさん選手も多いですね。そうですね、終わった後にバレーボール教室を予定しているということもあるんでしょうけれども、はい、会場は熱気に包まれてますね。はい、車さん、車さん、えらい緊張してるようですけども、どうやら立場監督、今日はなんか絶好調ですね、言葉が。最年少イケメン監督入れときますか、ね、私のことですか。あまり試合に関係ないところで自分をアピールしてますね。さあいよいよ公式練習も終わりまして、はい、各チームが整列へと向かっています。
主審は浜本さんです。川崎平成山梨県副審は川崎さんです。記録笠井雅秀岐阜県記録は笠井さんです。以上です。両チームが握手を交わしていよいよ試合開始へと向かいます。さあ試合前の予想をしていただきましょう。ズバリチャガーさん、どちらが勝つと思いますか？非常に難しい質問ですけども、ただ力的には現状ではパナソニックさんの方が若干上かなという気はします。ただ藤田天さんも、実績持ってるチームですし、練習、先ほども申しましたけど練習試合も何度もしてますから、そういう意味では、そういう藤田天のしつこさが出てくると、パナソニックも慌てるんじゃないかなという気がします。力的には若干パナソニックさんの上かなというふうに、予想します。ありがとうございます。大江さんはどのように感じてますか？そうですね、やはりパナソニックエナジーさんは、安定感があるので、それを、富士通天の勢いでどれだけ崩せるか、最後はやはりミスを出したチームが負けるんじゃないかと思います。さあ、非常に接戦が予想されるところですけれども、若干パナソニック有利というところのベンチの見解です。さあ、いよいよ試合開始です。オープニングは宮本選手のジャンピングサーブで始まりました。レフト4番の内藤選手のブロックアウトが決まりました。珍しく1点目から立って喜んでました。珍しいですね。あんまり調子が良くないと踏んだのかも分かりません、ね、ああいうことやるよ。やはりそういう監督のパフォーマンス一つでチーム状態がですね、分かりそうです。いいつなぎをしてます。先ほど言ってました富士通天8番の清水選手ですね、はい、強打だけではなくて難打を織り交ぜて非常によくやってます、はい。センタープレーヤーの今の12番の選手ですね、山本選手の A クイックのターンが決まりました。序盤はやっぱりどちらのチームも一通り使ってくるんでしょうかね、選手を。最後のところまでボールをつなぎに行きましたが、つなぎきれませんでした。ポイント3対1でパナソニックリードです。あ、うまくワンタッチボール取りました。これも富士通天の一つの形です、両サイドでブロックでワンタッチを取ってチャンスボールもらってセンタースパイク、1番山本選手の、速攻が決まりました。
珍しいミスですね。ラストボールを返すのを失敗しました。厳しいところに返した、ね、はい、ところですけれども、今のも2段トスのつなぎが相手のコートに行ってしまいました。回り込んでの2番松本選手の時間差が決まりました。はい、お互い中の攻撃が多いように思いますね。そうですね。よくつないで、深い構成、安彦選手ですね。はい、ゲームの序盤5対4とお互いがっぷり四つですね。1番野畑選手のブロックアウトですね。パナソニックエナジーの1番の野畑選手はものすごく身体能力高いですね。彼女をパナソニック軸と言ってもいいでしょうね。トス上げる、サーブレシーブ、スパイクもここという時は時間差が打ってきますからね。ここへ来て7対4と3点差になりました。タイミングがずれましたが、なんとか相手のコートに押し込んでいきました。富士通というのは先ほどの準決勝とまた動きが相当変わってますね、大江さん。立場監督、どんな感じに映りますか？うちの時にはしない、しょうもないミスをしているので、やっぱりパナソニックのプレッシャーなのかなと思います。選手は少し意識しているのかもしれません。実際に準公式戦、公式戦と合わせてここのところずっとパナソニックが勝ってるんですかね。いいつなぎの中からの最後はプッシュでした。
ソニック3番の津田選手のブロックアウトが決まりました。3番の津田選手のブロックアウトはまた飛んでくんですよね。ネット際の厳しいボールが出てきましたが、オーバーネットの反則ではないです。ここで10対6となったところで富士通天が1回目のタイムアウトを取りました。やはりこの4点差はミスのところが出ているような感じがしますが、小林さんどうですか？そうですね、他の試合ではあまりそのネット際で吸い込んだりとかそういうミスはあんまり見ないんですけれども、まあ、この試合はちょっとそのネット際、まあ、ブロックがちょっと離れたりとか、まあ、そういったミスが目立ってますね。今田さんはどんな感じがしますか？そうですね、今まで固まったそのネット際での攻防戦、うまく富士通点がもらったりリバウンドしたりっていう形が多かったと思うんですけれども、ブロックからの形がちょっと点数を取られてるかなという印象があります。センター線のスパイクがなかなか通過しなくなってきましたね、はい、ブロックがマークしっかりついてますね。パナソニックのブロックが非常に硬いんでしょう、はい。オーバータイムスの反則です。11対7となってますが、富士通天も粘り強いチームですから、この辺の点差でなんとか我慢して追い上げていきたいところですね。そうですね、ネット際のところが非常に上手です、1点ずつのゲームになってますが、ここでパナソニックも少しミスが出てますね、はい。数点としてはこういうところで一気に挽回していきたいところです。そうですね、レシーブがありました。表には出てきませんが、パナソニックのバックセンター宮本さんのレシーブのポジショニングとかコントロール、素晴らしいものがありますね。チャガさん、最初にも申したように、やっぱり彼女がもう守りの柱で、彼女を中心に両サイドもこう動いているという、守備範囲が非常に広いですね。普通に取ってますから、ファインプレーに見せないんですよね、これが。素晴らしい、よくコートを見て打ったダイレクトスパイクですね。14対8となったところで富士通天2回目のタイムアウトを取りました。15点までの間に、14点までの間にタイムアウト2回取りました、はい。富士通点は後がなくなりましたね、はい。
なんとかここ今リードしてたところを追いついていきたかったところなんですが、パナソニックエナジーのブロックがいいんでしょうけれども、ね、点数を取る場面で思い切って、はい、もうちょっと勝負してほしいですね、はい、タイム明けのサーブをパナソニックエナジーダブりました。こういうところが、ね、ゲームに左右することも結構あります。はい、ここなんとか挽回してほしいですね。もったいない、珍しいですね。今のミスが出てしまいました。ナイスブロックだったですね。はい、珍しいですね。いいブロックアウトを取りました。勝負どころではああいう思い切った攻撃が必要ですね。そうですね。サーブが一巡して宮本選手にまたサーブが回りました。若干2段トスがネット際によって越えてしまいましたね。富士通天としてはなんとかサーブで崩したいところです。そうですね、うん、先ほどから A キャッチがみんな入ってますからね、はい、いいように攻撃されてしまってます。これも A キャッチですね。やっぱりサーブで崩せてません。そうですね。でライト安福選手のスパイクが決まりました。17対12、終盤に差し掛かっています。ここで富士通天15番の選手、松井選手がメンバーチェンジで入ります。途中から入ってきたピンチサーバーですので思い切って打ってほしいですね。そうですね、なんとか崩してほしいです。これも A キャッチが入って、パナソニックエナジーのサーブレシーブがほぼ完璧ですね。結構厳しいサーブ入ってると思うんですけども、thank you.
もラストボール返せませんでしたが素晴らしいレシーブの反応を見せました。このサーブで崩したいところです。はい、これも A キャッチ。チャンスから崩したいです、うん、この辺のつなぎの素晴らしさですね。そうですね、綺麗にサーブレシーブが入って松本選手のセミが決まりましたね。さあどうしてもこのサーブで崩してなんとかオープン攻撃に持ってきたところです、はい、オーバーネットですね。サーブレシーブが崩れません、うん、若干コンビが崩れましたがうまくブロックでリバウンド取ってですね、はい、素晴らしいプレーです、はい、乱れ、B もあって A も早いからブロックが的を絞れませんでした。1セット目は21対14でパナソニックエナジーが取りました。ここまでの試合を見ているとパナソニックエナジーのミスの少なさそういったものが際立っていると思いますが昨年の全日本総合でパイオニアはパナソニックを破って富士通を破って優勝しました。どのようなところで突破口を開いていきましたか。そうですね、もうプレッシャーをかけるしかないということで、まあ、幸いうちは高さと攻撃力があるので、まあ、そこを1点勝負して、まあ、ちょっとでもパナソニックさんの方も3冠がかかっている試合だったのでちょっと硬いかなと、まあ、そういったちょっと運も味方してくれたところもありましたね、まあ、でもなかなかやはり崩れてくれないので何かやっぱ思い切ったことをして崩していかないと。逆に富士通天の方がもう少し安定したバレーをするかなと思ってるんですけれども、やっぱりパナソニックに対しては普段出さないようなミスを出してしまうんですね、まあ、このあたりが今その点差になって現れていると思います。すごく的確ですね。なかなか勝ったことのあるチームでないとですねその辺の秘訣が分かりませんので非常にいいアドバイスだったと思います。立場さん、ここまでを見ててどうですか。そうですね、組織力で、勝るパナソニックエナジーが、まあ、圧倒しているというような感じでしょうか。富士通でも、準決勝の時には見せなかった、ミスを連発しているので、まあ、その辺の差が点差に現れているような感じでします。富士通では2セット目どのような対策を練ってくるんでしょうかね。若干サーブをライト狙っているようですがみんなAキャッチされてますね、まあ、どの辺を狙ってきてどうやって崩していくのかまた楽しみだと思います。富士通でも一人でも決まってる調子のいい選手がいるとまた、ね、違うんでしょうけども、はい、今のところ守りに完全にやられてます、はい、いよいよ2セット目の開始です。
富士通天がどのような対策を練って2セット目に臨んでくるんでしょうか。また1セット目一方的に勝ったこのセット、2セット目また変化を持ってパナソニックエナジーが攻めてくるのか、これのところが見ものです。セットの1点目は富士通天が取ってきました。今の1本目がバックライトに綺麗にサーブが行きましたので2段攻撃になりました。富士通天としてはこのような攻撃の展開が理想ですかね。そうですね、崩れました、はい、このチャンスのところで決めたいですね。我慢して素晴らしい位置取り。今のストレートのブロックアウトを狙っていきましたが、はい、駆け引きのところで、ブロックアウトができませんでした、はい、でも今の形のようにリバウンドリバウンドで取りに行くっていう形が富士通点だと思うので、なんとかものにしてもらいたいですね。サーブレシーブがきっちり入って B クイックが決まってきました、はい、3番の津田選手のライト平行が決まりました。非常に深いコースに綺麗に決まってきましたね。チャンスきます。この勝負で勝負を決めましたね。決まりました。山本選手です。山本選手の B クイックですね、はい、ここで B クイックが2本決まっています、はい、さあその辺のところで今度のセッターがどういう使い方をしていくのか、はい、綺麗なブロックです。いいですね。富士通天のライトの選手が交代してますね、はい、4番の安福選手に代わって7番の選手がライトで入っています、はい、安福選手の途中投入があるかもしれませんね、はい、つなぎのミスが出ました。ライトの7番の
かりの選手がうまくブロックに当ててラリーを続けてますね、はい、ちょっとリズムが一セット目とは違って、いいラリーになってます、はい、最後の3枚目にうまく当てて、はい、4番の内藤選手がブロックアウトを取ってきました。ここで、ミスが出てしまいました。リードしていたところ、これでパナソニックエナジーが1点リードしてきました。で最後は B クイック、はい、ちょっとパターンができてきた感じがしますね、はい、パナソニックエナジー7番のセッター平野選手、非常にうまく配分をして的を絞らせないようにします。あ、素晴らしい高いところからのスパイクです、はい、リズムを変えてスパイクを打ってきました、はい、高いところからのプッシュ気味のスパイクですね、の差っていうのも結構大きいですね。最初にも申したようにブロックがやっぱりパナソニックさんいいんでね、ブロックだから逆にレシーブも守りやすいっていうのもあると思いますね。綺麗にブロック上がってます。宮本選手のスーパーレシーブです。うわ、左利きだからこそまだできるあのインナースパイク、スパイクで応戦しております。普通に打っても決められる、拾われてしまうので相手リズムを取ってきたんですね。
選手。チャンス見ました。7番のカリノ選手ですね。思い切ってクロス打ってきました。3番の津田選手です。簡単にやってますけども、はい、高度な技術ですよあれも、はい、富士通天もサーブレシーブが安定してきました、はい、コンビがしっかりセッターに入ると、いい攻撃をしてきます、はい、さあこれジャンピングサーブですね。綺麗にキャッチが入った。リークイックが崩れましたがプッシュでうまく押し込みました。パナソニックエナジーなかなか大崩れしません。非常に安定します。空いてるところをよく見えている綺麗なスパイクでした。ここで2点差がつきましたが、数点こう粘ったところ、惜しいところです。今のプッシュでリバウンドを誘いました。セカンドサーブでも崩していきたいところです。キャッチ入りました。レフト平行、サーブレシーブがしっかり入りました。ちょっとでも甘いサーブが入ると逃さないですね。はい、崩されました。ミスですね。つなぎも今のはブロックアウトでした。2点差1点差というところで、はい、富士通天粘りを見せています。
ソニックエナジーもブロックを外して思い切りレシーブに勝負出ましたが、はい、それを上回る強いスパイクを打ってきました、はい、ここで富士通天が粘りを見せて同点に追いつきました、はい、さあここで逆転することはできるんでしょうか。ああいいサーブ入りました。クイックがいいポイントになってます。そうですね、パナソニックエナジーはバックセミを使ってませんが、これは終盤まで温存してるんでしょうかね。終盤使ってきますね。クイックのダブルクイックです。ここで14対12、富士通天が2点のリードを取ってパナソニックエナジー1回目のタイムアウトです。ソニックエネルギーとしたら、終盤まで追いつきたいところですね。富士通天はなんとか1点でも多くリードを取って終盤に向かいたいところです。そうですね、いいサーブ入りました。ライトから今のはワンタッチがあったという主審の判断です。10番の村上選手に代わりまして6番の雲野選手が入りました、はい、B クイックのポジションのところですかね、はい、ここで時間差を絡めてきました。時間差ですね。判定ですが、はい、主審はワンタッチないという判定ですね、はい、流れが来てただけに痛いですね、今の判定は。ここで B クイックがブロックされました。今でここで点数を取っていただけに今止められたら痛いですね。はい、そうですね。竹口監督が立ち上がって檄を飛ばしています、はい、速攻が決まりました。2点のリードを保って終盤に向かいます。さあパナソニックエナジーとしては終盤になってくると両サイドに崩して中で攻めというそういう形が多いですが、あ中で使ってきました。あブロックポイントです。実点よくブロックで眠っています。
A も B も早いんでどっちに上がるかわからないですね。 B クイックに上げるんかと思ったら A ですこちらで見ててもそうですから、やってる選手はわからないでしょう。ああ1枚で4番の内藤選手がブロックを決めました。クイック2本です、はい、速攻できますね。あ速攻3本できます、はい、また外ですね。レフトでスパイクが決まりました。富士通天ここで15番の松井選手が入ります。先ほどもいいサーブが入ってましたので、はい、ここで崩せるかどうかがポイントとなります、はい、さあいよいよ終盤戦18対16大事な試合のポイントを迎えました。対抗戦って決まり崩れています。富士通天チャンス、何気なく二段トス上がっていますが、はい、宮本選手素晴らしいレシーブコントロールです。選手、はい、B に注意を引きつけておいて、はい、いいトスワークをしました。19対17取りきました。パナソニックエナジー2回目のタイムアウトです。20対17パナソニックエナジーセットポイントとなっています。富士通天のセットポイントとなっています。最後どこから攻めていくでしょうか。左利きのライトエースのところが一番濃厚だと思いますが、はい、このファーストサーブは、入れていただいたですね、はい、ライト側で勝負です。よくライトエース決まりました。このサーブでサーブレシーブがしっかり入って富士通天が攻撃できますか。ここに来てここでサービスエースです、はい、パナソニックエナジー粘り強いサーブです。ここでたまらず富士通天2回目のタイムアウト。
セットポイントを握っていながらの2回の連続失点、タイム明け痛いですね。富士通点としたらこの1本をなんとかサーブレシーブ上げてなんとか1点取りたいところです、はい、タイムアウトを2回続けて取りました。富士通点としたら何が何でもこの1点で試合を終わらせたいと、そういうところですね。このような時の監督の心境とはどんな感じでしょうか、千賀さん。痛いも連続で2回取ったんじゃないですかね、まあ、ちょっと嫌なムードだったん で3点だからね、3点差が今1点差になりましたからね、その中にサーブポイントが入ったんで、まあ、なんか意識ちょっと変えようという意図でしょうけれどもね。さあこの1点を取ってデュースに持ち込むか、それともこの1点で決めるか。 B クイックでこのセットは富士通点が取りました。これでセットカウント1対1でフルセットになります。ここでどうしても立場さんが喋りたいということなのでちょっと振ってみます、決勝戦の担当の秋山監督の喋りが少なすぎると思いますのでもっともっと喋ってください。いやセットカウント1対1となりました、準公式戦含めてもフルセットになったのは久しぶりですよね、立場さん。そうですね、所沢は完璧に、パナソニックエナジーの方が勝ってましたんで、ただ先週合宿した時にですね、合宿2日目5セットやってその時は 3-2 で富士通天が勝ち越したという情報も入っております。それがどう出るかですよね。1セット目4番の安久選手使ってましたけど、7番の狩野選手使ってですね、でまあ、巻き返しを図ったというところで、まあ、この第3セット、スタートどうなるか楽しみですね。いよいよ運命の第3セット、果たしてどちらが優勝を飾るでしょうか。まずは出だしですね、普通点は2セット目のメンバーそのままで入ってますね。はい、サーブを打ってきました、はい、5番の重市選手、はい、この重市選手は、
セッターですよね、はい、でもついこの間まではレシーバーをやっていたと思いますが、うん、器用な選手です。いやーものすごいストレートスパイクが決まりました、はいはい、ここで、ゲーム序盤パナソニックエナジーが2点をリードしています。富士通点としたら先ほどの試合展開のように1点差2点差の中でなんとか食らいついていってリードしていく、はい、そういう展開が欲しいですね。そうですね。ここで B クイックが決まりました。いや先ほどから、ポイントを取ってますね、はい、14番の中村選手ですかね、はい、新人の選手ですね。このサーブレシーブがきっちり入っています。クイックが決まりました、はい、1番の山本選手ですかね、はい、点としては点数取るのが今、1番の山本選手と14番の中村選手、この2人ですね、はい、両サイドで崩しておいてそこで点数を取りたいところです、はい、ですね。綺麗なブロックだと思ったんですけどね。はい。本当に。あー。サーブレシーブから1本でしっかり決めました。この辺で引きずらないのがまたパナソニックの強さですね。はい、すぐに切り返してきますね。強さです。ナイスブロックです。ナイスハイトから打ってきました。おーナイス、ワンハンドでラストボール、はい、ここであなんとか取りたいところです、
ここは粘り勝ちです、はい、やっぱりパナソニックエナジーがラストボールを返す位置をライトの前に返してますね、はい、どうしても富士通天が B クイック A クイックを点数取ってきますので、はい、そこで潰したいというところで、はい、非常に意図が感じられます、はい、粘ってブロックポイントです、ね、これもライト側に前に返して、はい、つなぎミスが出ました。ここが勝負ですね。ビーやっぱり勝負です。あちょっとした油断が、そうですね。少しのミスで。選手のビッグイクですか、コースのロングサーブが決まりました。7番の平野選手、9人制の場合は3セット目も21点までありますので、はい、11点でコートチェンジですね。はい、そうですね、サーブですね、サービスです。日本ここは痛いです、はい、7番の平野選手です。富士通天1回目のタイムアウトを取りました、はい、全く五分の試合展開でしたが、ここに来て三点。はい。富士通点としては一点でも多く取って、はい、コートチェンジをしたいですね。終盤に出てきたいところです。決まりました、はい、やっぱりしっかりセッターに帰るとここでコンビがあります。ここでサービスエースが出ました、はい、レシーブの名手宮本選手の前から取ったこれはまた大きいですね、はい、オーファーですね。ここでオーファーネットです。これもサーブですね。サーブレシーブが入って綺麗なエークイックが決まってきました、はい、ここへ来て山本選手いい感じで打ってますね、はい、
サーブレシーブが入ると速攻ですね。乱れましたがリバウンド取りました。ここも14番の選手、はい、中村選手のそうです、攻め攻撃決まりました、はい、10対10追いつきました。やっぱりパナソニックエナジーまだ殿下のバックセミ出してますね、使ってないですね。先ほどの群馬銀行との競った試合の時でもラスト1本あそこでしたからね、やっぱり AB に引き付けられている分そういうイメージがあるんでしょう。これで11点目を富士通天が取ってコートチェンジです。いやこのゲームは分からないですね。分からないですね。サービスエースの流れがいくかと思いきやサービスエースでまた残して、はい、ここでコートチェンジをした途端、パナソニックエナジーの1回目のタイムアウトです。佐々木さんは大事な勝負ポイントだと思ったんでしょうね、はい、どうしてもまた立場さんが喋りたいということなんです。今リバウンドについて話をしてまして、やっぱこう当然リバウンドを取ってラリーを作っていくリズムを作っていくというのも当然必要だと思いますし、はい、その勝負どころですよね。もうどこで勝負をかけるのか、どこでもう一本リバウンドを取るのかというところをやっぱこう選手一人一人がどのぐらい理解できているかでやっぱゲームの流れが大きく変わると思うんで、はい、その辺がこれから天がどのくらい勝負していくのかなっていうのは興味ありますね、はい、そうですね。そのままマイク持ってってください。綺麗なトスがありました。タイムズですね。今ワンタッチがありました。あんな簡単なので。ここでまたのパナソニックエナジーサービスエースです。ここへ来てまたパナソニックエナジーが13対11とリードして富士通天がタイムアウトです。一進一退のゲームが続いていますが、なんか審判のに文句があるようですね、立場さん。いやそれはもう直接言ったんで大丈夫です。そうですか。いや9人制の審判やっぱり難しいですよね。オーバーネットの判定、6人制と違って見ることもたくさんありますよね。当然難しいと思いますし、で、まあ、今回の大会もレフリースクールということで、まあ、レフリーの方たち自腹で交通費出してこうやって、まあ、勉強されてるわけなんですけど、ただやっぱりチームの方もやっぱり必死になって毎日毎日練習やってるんで、レフリーの審判で試合が左右するようなことはやっぱりこれやめてほしいですね。そうですね、その辺の研修も望まれます。ここでセンター攻撃がブロックに合いました。もう得点の生命線だったところを止めたのでこれは大きいですね。
今のも微妙なところでしたが、当たってますね。この辺のところをあのワンタッチというのかノーノーというのか、これもチームのあれですね。今の当たってると思いますし、笛吹になったの5つ目ですからね。富士通天のアピール勝ちというところでしょう。ここで使ってきました。つない、うわーものすごいところに決まりました。ビッグイクが決まりました。来ました、富士通天の切り札、15番の松井選手のピンチサーバーです。天の山本のビッグイック、あれを14番の中村の B を考えてると、あの山本の B が止まんないんですよ。でも基本1枚1枚つくしかないと思いますけど、そうですよね、コース打ち分けるんで厄介ですよね。富士通天チャンスボール、あちょっとボールが低かった。いやー、これは富士通天の選手は焦ってしまいました。ネットタッチです。ゲーム終盤に差し掛かっています。16対13、富士通天、パナソニックエナジーのリードです。さあここでサーブレシーブが入ってセンター攻撃を使えるか、それともサイドに上がってリバウンド攻撃が入っていくか。入った、 B クイック、さすがサーブレシーブが入るといい攻撃をしてきます。こちらにしてもなんか因縁の対決みたいな感じですよね。このチームサーブ崩したいですね。ラストボールです。あ、これはオーバータイムスの反則です。これは今ブロック1回やってますから正当なジャッジですね。4つですね。あれ、副審が多分4つ出して吹いたと思います。ブロック取りました。今のはフォールの前にインターフェアがあったようにも感じましたが、ここは微妙なところですね。多少肘が動いたようにも見えましたが、そうですよね。主審の角度からじゃ肘が動いたかどうかってちょっと確認できないと思うんですね。からバックに持っていってインナーレベル高いです ね。さあやっぱ左利きっていうのもあるんでしょうけど、角度のないところにクロススパイクが飛んでいくっていうのがですね、あれもう張らないとレシーブできないんですよ。ここでビークイックが止まりました。19対15、パナソニックエナジーのサーブです。
何気なく繋いでますけどもっていうのがやっぱり、野端選手のうまいところですよね。抜くのが怖いですもんね、やっぱあんなに割れてて、こう綺麗にワンタッチ取ってチャンスボールもらうっていうのがですね。ここで、よく繋いでも振り付けてます。これはブロック的を絞れません。あの A キックが止まんないですよね。いよいよマッチポイント、20対15パナソニックエナジーです。厳しいところセッターよく処理しました。チャガさん、A ですか？無難なところはライトエースですけどね。入ってきました。で、もう一本、ここは富士通点ブロックです。ライトで攻めたんですけどね、まあ、でも点差があるんで思い切ってセンターを使っていくのも一つですね。どこ上げても結構気持ちいいんじゃないですかね。ここから立て直しができるところがすごいですよね。珍しいですね。数点チャンス。あ、いい2段と下がった。ナイスブロックです。マッチポイントを取られてからの連続ポイント、富士通点粘ってますね。2点差ですからね、次のファーストサーブがどうなるかでだいぶ変わってくる。相手が今ちょっと連続でかかってるから、A キャッチだと、A キック、そうですね、バクトン。チャンスボールがいきます。富士通点チャンス、レフト、1点差。驚異の粘りを見せます。セッターの一つのトスワークでゲームがですね、拾った。富士通点チャンス。近かった。これも近い。ナイスブロック。富士通点ついに追いついた。ちょっとマサニックにも焦りがありますね。なんでか2段トスが相手のコート行ってしまったり。
った、スーパーレシーブ、うわー、これはナイスブロック。まあその前まであまり取ってないから流してるでしょうね。ついに逆転、富士通天の逆リーチです。これはワンタッチがありません。富士通天の最後は5連続ポイントですかね。タイムアウトの挟んでのセットカウント2対1で富士通天の大逆転勝利で水の都杯優勝チームが決まりました。試合を見ててチャガさんいかがでしたか。最後ね、5点連続で取ったのがよく富士通天を追いついて追い越して勝ちましたけどもね、やっぱりライトエースの子を最終的に潰した格好になりましたね。それが、まあ、結果的に富士通天が勝った大きな要因だと思いますね。堀江さんいかがですか。そうですね、先ほどコメントした通り、富士通天がやはりそのパナソニックをかなりこう慌てさせたと。久しぶりにこのパナソニックがこれだけ慌てたプレーっていうのはちょっと見ましたけれども、まあ、それがこういう形で、まあ、大逆転につながったのかなというふうに思います。武田さんいかがでしたか。そうですね、やっぱり劣勢になって点差が開いてもやっぱり最後まで諦めない、富士通天の選手のですね、その気持ちの強さというのはちょっと見習いたいと思います。終盤までの戦い方のパナソニックさんは素晴らしいものがありましたね。一つ一つの技術力は非常に高いものがあります。富士通天の執念が勝ったと、そんなような感じがしますが。そうですね、桜田記念では決勝戦解説しないでいいように皆さん頑張りましょう。この試合の解説はパイオニア大岩さん、松田チャガーさん、イビデン立場さん、日本女子体育大学車田さん、私秋山でお送りしました。ありがとうございました。